チャンネル諸島はイギリス海峡に、マンシマはアイルランド海におのおの位置する。チャンネル諸島と隣接するフランス沿岸部、ブレッシュ島の航空写真セントクレメントの航空写真マンシマと周辺カッスルタウンの航空写真王室属領とはイギリスの国王に属し、高度な自治権を持った地域である。伝統的に国王が王国外に有していた領地であるため、 イギリスには含まれず、それぞれ独自の憲法のもとで政府を持っている。ただし、外交、防衛については、イギリス政府が責任を負う。日本では、王領や、王室領、王室直轄領、王室保護領などの語が用いられることもある。グレートブリテン島周辺のチャンネル諸島とマン島に、以下の王室属領がある。チャンネル諸島は二つの大官官かに分かれており、 王室属領は三つと数えられる。イギリスの君主を元首とし、連合王国に外交と防衛を委任している。このことから、イギリスの海外領土とみなされることもある。三地域にはそれぞれイギリス国王の代理として、副総督が任命されているが、役割は儀礼的なものである。三地域には、それぞれ独自の立法、司法、行政機関がある。そのため、三地域は、 独自に通貨を発行し、サーク島は2008年まで公選議会がなく、封建領主の統治であった。3地域はコモンウェルスに属さず、コモンウェルスの王国でもない。王室属領と連合王国との関係は、互いに敬意と支持のある関係、すなわちパートナーシップであるとされる。2001年まで連合王国政府では王室属領との関係を内務省で扱っていたが、 その後大法官府憲法事項省を経て2007年以降は法務省の所管となっている。連合王国における法的な意味でのブリテン諸島に連合王国と共に含まれる。しかし連合王国の議会で制定された法律が適用されることは原則としてない。各族両側の要望に応じ、数密院令による適用範囲拡大がなされることがあるが、 こうした措置が取られることは稀である。一方で、王室属領は多くの機関を連合王国と共有している。例えば、英国放送協会はチャンネル諸島にローカルラジオ局を持っており、シ島は BBC ノースウェストの放送地域である。また、王室属領は独自の郵便、通信機関を持つが、連合王国の電話番号計画に参加しており、 互換性のある郵便番号を採用するなど、システムに関しては一体化している。1981年イギリス国籍法が施行されると、連合王国側においては、国籍法の運用上、王室属領は連合王国の一部として扱われている。しかしながら、それぞれの王室属領側では、居住や雇用に関して、各地域で特別の法律を制定しており、 これら属領と特別に関係のない英国市民に関しては非英国市民と同様の取り扱いをしている。王室属領が連合王国に任意している事項の一つは外交であるが20世紀末から連合王国政府は外交代表権や防衛に関するものを除く事案で各属領政府が外国の政府と政治的な接触を持つことを認めるようになった。 近年の金融の発展に伴い、連合王国とは別に他国との取り決めを行う事例も増えてきた。また、3地域はいずれも英国、アイルランド協議会の構成主体となっている。欧州連合加盟国の特別領域チャンネル諸島、マンシ島を参照3地域は、いずれも欧州連合の加盟地域ではなかった。1972年にイギリスが、 欧州共同体に参加した時の取り決めにより、チャンネル諸島と満島は欧州連合加盟国の特別領域となっていた。チャンネル諸島と満島には、王室属領の市民は英国市民であるために欧州連合の市民となっていた。このためパスポートには、ヨーロピアンユニオンの文字が記されていた。ただし、属領市民は連合王国との直接の関係がない限り、 欧州市民としての自由な移動の権利を享受することはできない。サッカーマン島代表、サッカージャージー島代表、サッカーサーク島代表などが存在するが、いずれも FIFA や UEFA に加盟していないので FIFA、ワールドカップや UEFA 欧州選手権などに参加できない。これらの地域が連合王国に含まれないのは、中世においてイングランド王が統治しながらも、 イングランド王国と区別される地域として扱われて、北という歴史的経緯があるためである。チャンネル諸島は933年にフランス王国からノルマン人のロロに与えられたノルマンディー公国の一部である。1066年、ノルマンディー公ウィリアム一世がイングランドを征服し、イングランド王となった。その後は、イングランド王がノルマンディー公を兼ね、 大陸のノルマンディ公国を元落ちしていたが、13世紀前半にノルマンディ公国はフランス王国によって占領される。ただし、ノルマンディ公領の中でチャンネル諸島はイングランド王の支配下に留まり続けた。1259年のパリ条約により、イングランド王ヘンリー3世はノルマンディ公領の請求権を放棄したが、チャンネル諸島はヘンリー3世の所領として認められた。 以後チャンネル諸島はイングランド王国とは区別される領域としてイングランド王の統治する土地となった。万島には9世紀以来バイキングが定住し一時期は独立した万島王国の中心であった。13世紀以降スコットランド独立戦争を背景としてン島の領有権はスコットランドとイングランドとの間で争われ14世紀半ばにイングランドの勢力下に入る。 この過程の1333年、イングランド王エドワード3世は、風神であるウィリアム・モンタギュルにマンシマ王の称号を認め、独立王国としての定裁を取らせた。1399年、ヘンリー4世はマンシマ王を処刑し、マンシマはイングランド王の直轄領となった。1405年、ヘンリー4世は、ジョン・スタンリーにマンシマ王の称号と領主権を与え、 以後、スタンリー家が、中断を含みつつも18世紀初頭まで島の領主を務めた。なお、1504年以降、万島王に代わり、万島領主の称号が使用されるようになった。1765年、当時の万島領主は、封建的諸権利をイギリスに売却し、万島は王室属領となった。この時の万島購入法は、復帰法とも呼ばれる。以後、 万島領主の称号は、連合王国の君主が合わせ持つこととなった。ありがとうございます。